皆さんこんにちは。こんにちは。全日本ロードレース選手権筑波ラウンド、はい、土曜日予選とアイスマンが終了しました、はい、でまずコンディションに関しては、もう朝からヘッドコンディション雨が降りつけてくれてコンディションになってきました。で、まあ、各クラスともに予選と決勝でだいぶ、まあ、雨量なんですけど、まあ、コンディション違いがあってなかなか難しいレースでした。僕の方は、予選15番手で終了して、まあ、雨の回数がなかなか乗ってる回数が少なかったのもあって、ペースを上げることができずに、まあ、苦しい上腕でスタートになりました。レース1は、結果は13位で終了して、ただ、まあ、結果としてはものすごく悔しいんですけど、まあ、序盤から徐々にペースを掴んでいって、後半で、まあ、自分なりに、いいペースで走れたのは収穫だなと思っています、まあ、この、まあ、ウェット結果は悔しいですが、次につながる、レース1だったのかなと思いますし、レース2もしっかりと、結果を残して頑張りたいと思います。私に関しては、予選でいきなりの、ウェットコンディションとなりまして、いろんなこう想定をしながら、まあ、組み立てていったのですが、まあ、なかなか、思うように走りきれず、予選は4番手という形になりました。レース1に関しては4あ5番手ですね。5番手からスタートして、まあ、スタートをすごい決めることができまして、2番手を走っており、ただ、他社の転倒があったりして赤旗中断となり、また中断後、再レースという形で20ラップのレースがありました。そのレース2に関しても、第2レースに関しても、スタートホールショットを決めることができまして、まあ、その途中いろいろとあったんですが、なんとか、トップをキープして最終的に優勝することができました。ありがとうございます。なかなか波乱のレース、はい、レースというか、まあ、土曜日でしたね、はい、全体的に、まあ、本当に事前テストからずっとドライできてた部分があったので、はい、急激の雨で、そうですね、みんな分からないところから手探りでやってた中での、まあ、結果なので、まあ、いい悪いことであってたんですけど、まあ、なんとかお互いに完走ができて、そうですね、はい、次につなげれるようなまあ明日ですね、はい、レース2あります、はい、お互いにあります、明日の天気に関してまたそれも分からないんですけれども、まあ、どちらになっても、ね、今日、ね、ウェットであれば今日の反省をしっかりと生かして、はい、ドライに関しては、事前テストからの流れでやってきたことを、ね、はい、しっかりと実践していけばいいと思うので、はい、まあ、どっちのコンディションになっても、はい、で明日の方でしょうか。ありがとうございました。明日も応援よろしくお願いします。お願いします。製品紹介をさせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。これがこちらです。はい、昭和電機が作っています。ウィンドバックという機械です。そうですね。風を流します。まあ、ここから入ってくるんですね。そうですね。まあ、こちらに、まあ、コンセントがあり、まあ、差し込むと、こちらにスイッチがあるので、まあ、押してもらえると、中でプロペラが回転して、まあ、空気を入れて、こうですね。まあ、そこから、さらに、ここから風が出るという仕組みで、まあ、いろいろなものを、まあ、冷やすに、効果的だったりだとか、僕らレースの世界では、まあ、ライダーが真夏の暑い時に、まあ、スタート前、まあ、冷やすライダーの自身を冷やすために使ったりとか、あと、まあ、バイクの、まあ、帰ってきたバイクがものすごい温度熱を発しているので、まあ、それを冷ましたりするのに、まあ、最適な市販されている扇風機だったりとかを使って、まあ、ラジエーターを冷やして、まあ、こういう暑い時、真夏の時にバイクを冷やすっていうのをやってるチームもあるんですけれども、これに関しては本当にスポットですごい強い風が出てくるのでピンポイントですね。そうなんですよね。なんでそれでもう本当にすごい速い冷却、もう一度当たってもらえれば分かるんですけれども、ものすごいです。
いろんなものは飛ばされるぐらいポイントで飛ばってます。やっぱり扇風機じゃちょっと比にならないぐらいの、風の強さというか比べちゃダメ。そうですね。でやっぱりライダー自身もそうですし、やっぱその機械もの熱を発したものを冷やす、短時間でそれを冷やすということはものすごく効果的だと思うので、まあ、例に挙げると、まあ、バイクのレースのつながりで、まあ、バイクの、ロードレース、世界選手権のロードレースの、MotoGP という、まあ、最高峰クラスの、レクソルホンダという、まあ、大きなワークスチームのホンダのワークスチームなんですけども、そこの、まあ、マルク・マルケス選手がこの同じウィンドバッグを使用していたりだとか、まあ、いろんなところで、対応して行っているので、まあ、ものすごい万能で、冷却にも効果があるのかなと思います。ぜひ皆さん、気になる方は昭和電機までお問い合わせください。はい、お願いします。よろしくお願いします。